ムリアイッチはユーゴスラビア出身のサッカー選手。セルビア代表。スユペルリグベシュクタシュ JK 所属。ポジションは FW、MF。少年時代は FK ノービパザルの下部組織に所属していた。2005年14歳の時にパルチザンベオグラードのユースに加入。同世代の中でも特に優秀であったため2008年に17歳でトップチームに昇格した。 7月29日、UEFA チャンピオンズリーグに途中出場で、初出場した。11月23日、オフクベオグラード戦で、リーグ戦初ゴールを決めた。2009年1月、チームメイトのゾラントシッチと共に、マンチェスターユナイテッド FC への移籍が発表された。リャイッチは2009年は、期限付き移籍の形で、パルチザンでプレーし、 2010年1月からチームに合流する予定であった。しかし2009年12月3日、12ヶ月間モニターを続けていたユナイテッドは、リャイッチと正式に契約を結ぶオプションを行使しないことを発表した。2010年1月13日、アクフ・フィオレンティーナへの移籍が決まった。移籍金は800万ユーロ。同月31日、 セリエへのカリアリ戦に後半36分から交代出場しデビューを果たした。2012から13シーズン終了後、残り1年の契約延長を拒否。AC ミランが獲得に動いたが、2013年8月28日、トッテナムホットスパーに移籍するエリー・クラメラの代役としてエース・ローマに移籍決定。移籍金は1100万ユーロで、 成績に応じたボーナスが最大400万ユーロである。契約は5年間。2015年8月31日、インテルへ買取オプション付きのレンタルで移籍することが発表された。9月23日のエラスベローナ戦でインテルでのリーグ戦デビューを果たした。しかしイヴァン・ペリシッチやロドリゴ・パラシオ、エデルの存在や、 練習での態度が良くなかったこともあり、レギュラー定着までには至らず、買い取りオプションは行使されなかった。2016年7月19日、ローマからヤゴ・ファルケと共に、鳥の FC へ移籍。移籍金は850万ユーロ。2018年8月31日、ベシクタ・シュジェへ、レンタル移籍し、シーズン終了後には、完全移籍を果たした。 セルビア U-21 代表として2008年9月7日のハンガリー U-21 戦で U-21 代表初キャップを記録。2010年11月にはブルガリアとの親善試合でフル代表に初招集されたが2012年5月以降は後日の国家問題から代表に招集されなかった。 2014年3月のアイルランドとの親善試合で2年ぶりに代表に復帰。2015年6月7日のアゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げた。パルチザンベオグラードの下部組織で育ち、マンチェスターユナイテッドなどのビッグクラブから注目されてきた選手。プレースタイルが似ていることから、パルチザン在籍時には公式ホームページに、 パルチザンのカカと紹介され、偉大なビジョン、スピード、ドリブル、サッカーに対する少年のような喜びを持っていると、された。サイドハーフや、トレクアルティスタなどのポジションを中心にプレイし、4から2から3から1システムの2列目をすべて、カバーすることができる。フィオレンティーナ時代。ありがとうございます。